東京で活動中のアイドル熊田かなえさんです。どうぞ。どうも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 お座りください。さあ、というわけで今週は熊田かなえさんにゲストに来ていただいてますけども、はい、まずはじめにですね、ラジオの前の皆さん会場の皆さんに軽く自己紹介をお願いいたします。はい、東京から来ました18歳の熊ちゃんこと熊田かなえです。よろしくお願いします。熊ちゃん、熊ちゃん、嫌われてるの？嫌われてるみたい。うんじゃねえよ。あんまわーみたいなね。ないですね。なんかなかったですけど。よかった。歓迎されてない。いきなりそんな感じから始まるとね。なるほど。ですけども。今日は仙台初めてですか？初めてです。あ、初めて。はい。ライブをするのは初めて。あ、仙台でなんかでは来たことあるけども、はい、こうやってちゃんとライブとして来たのは初めて。初めて。なるほど。どんな仙台イメージですか？仙台は、牛タンが転がってるイメージ。牛タンが転がってる？え、石ころみたいな。そうでしょ。だって、なんかツイッターのリプとかでみんな牛タン、牛タンって言うから、もう多分お店とか入ったら、もうどこもかしこも牛タン屋さんがいっぱいあるのかなと思ったら、普通でしょ。普通。イメージちょっと違いましたか？牛タンじゃなかった。そんなねえじゃんみたいな。あんまだ牛タン私見てないですよ。牛タン見てない。これやっぱ普通に待ってあるんで、それに牛タンポンって置いてないですからね。食べてないってこと？見てもないです。見てもないし食べてもないし、はい、食べたいとは牛タン食べれないんですよ。えタンが食べれない。タン牛以外ないよね。嘘。あんまなくないですね。牛は牛ですよ。牛は牛ですよ。何その哲学みたいなこと言ってるの。わけわかんないんだけど。なるほどね。はいはいはい。じゃあまあセンター、ライブでは初めて。なるほど。いうことか。そっか。え、普段も一人で活動してるんですか？そうです。ソロで。ソロです。どういう活動してるんですか、東京で。東京で。ライブがメインです。人を殴ったり蹴ったりするのがお仕事です。あれ、プロレスラーみたいな。違います。あれ、K-1。違います。K-1。知らねえのかよ。知らねえよ。おい、なんだこのクソガキは。なんだなんだなんだ、なんだこのクソガキは。え、人を殴ったり蹴ったりする仕事、はい、なんかやると語弊を招くかも。あの、そうですね、もうちょっと噛み砕いてね。私のライブに来てくださる方はきっと、お客様は、そう、ド M の方が多いのかな。みんな下向いてたよ。なるほどね。多いみたいで、うん、ライブ中に降りるんですよ、フロアにお客さんがいる、はい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 、で、曲中にこうやって殴ったり、殴ったり、ビンタしたり、ビンタしたり、蹴ったり、踏んだりしてます。で、お客さんは大喜びですか？うん、人によります。あ、人によるですね。何それ、何のお店それ。ライブなんだよね、ちゃんとした歌うんだよね。歌います、歌うんだよね。歌います、歌うんだよね。歌います、歌います。いきなり出てきて殴るんじゃないの？大丈夫、そんなことしないです。そんな犯罪みたいなことはしないです。すごい。なるほどね。ちょっと見てみたい。え、今日もじゃあこの後インビズでライブありますけど、はい、もういつも通り多分ちょっと人を選ぼうかなと。人を選ぼう。人を選ばないです。選んでもいいかもしれないですけど、ここデパートなんでね。そうなんですよね。確かに。本当ただ買い物してる。本当に買い物に来たね。ただの本当に買い物してる人をボコボコにしたらもう絶対やりますよ、本当に。確かにな。そっか。なんかちょっと噂に聞いたら、まあ、今のちょっと話聞いてなんとなく察したんだけど、なんかそのお客さんへの対応が、はい、ちょっと塩対応が、はい、塩です。なんでそれ、何そういう性格なの？なんかみんなアイドルいい対応してるから、うん、いいかなって。なるほど。え、違いますよ。違いますよ。これちょっと語弊がある。なんか、自分で超神対応ですって言ったらなんか嫌じゃないですか。だから塩対応って言っておけばみんな塩なんだなって思って、お話ししたら、あ、神対応だ、よかったって思って帰ってくれればいいな、みたいな。結構作詞だね。作詞だ。考えてんだ。今ので結構本当に嫌なやつに見えてる。でも、ちゃんと言ったから嫌なやつじゃないの。あ、なるほど。逆にその正直。正直にね。その正直の裏にはその策略があるわけですね。いや、特にないんだ。ないです。あ、そうなんだ。あ、じゃあそれはそんなことないってことで、その噂はあくまで噂で。あ、でも塩対応がいいって言うんだったら塩対応します。なんでその上から目線で常に常に
に上から言ってるよね、なんかこの身長が小さいんで。あ、そうだよね。そうなんです。あの基本139センチなんですよ。139？ はい。え、それいつぐらいで止まっちゃったの？中2？中2ででも139でもちっちゃい方だよね。ちっちゃいですね。うん、じゃあずっと小さく、はい、あ、ま、これだ。ずっとこれです。前ならない。これしたことないんですよ。したことないの？前ならない。ないんですよ。だから前に、なんかくまちゃんしたことないでしょって言われて、うん、いいよこれやってって言われて、これをやらせてもらったことがある。一番先頭で何の間を取ってんのこれ。あ、そうなんだ。常に先頭で。先頭ですね。ちっちゃいもんね。その何だろう、このクソガキプリンセスっていうのは。クソガキだからクソガキなんです。え、自分でつけた？つけてないです。大人の事情。事情。え、でも本当にクソガキですよ。あ、本当に。そうなの。キャラとかじゃなくて。キャラじゃないですよ。自分これクソガキだなと思ったことある？すごいいたずらしてる時に、うん、すごいいい笑顔をします。ああ、もう心の底から出ちゃう。本当の笑顔が。悪いズラがしちゃう。いたずらとか好きなの？大好きですね。例えばどういうことするの、いたずらって。人を蹴ったり。いたずらじゃないよ、いたずら。暴力。暴力。暴力。あの、曲中にシールを貼ったりするんですよ、人に。プリ帳？何？手帳？人にシールを貼る。人にシールを貼る。後ろとかにね。あ、背中とか。それをこっそり気づかれないようにって貼るのが楽しいです。気づかれちゃう。あ、なるほどね。なるほどね。それも、そのままほったらかしなんです。はい。ひどいな。こちらどういうシール？なんか、くまちゃん推しみたいなのに書いてあるシールを全く知らない人に貼ってくれる。全く知らない人に貼ってくれる。普通知ってる人じゃないの？知らないです。あの、とか踏んだり蹴ったりするのも基本的に知ってる人にやらないんです。じゃあ俺らとか会場にいる皆さん、家に帰ったら絶対背中確認した方がいい。貼ってるかもしれないもんな。そんないたずらが好きなんだ。いたずらが好きです。それでクソガキってことなの？そうです。あ、子供みたいな。子供なんです。子供？なんか、うん、中身が子供。ああ、頭脳は大人。頭脳も子供。全部子供。なるほどね。なるほど。なんか家とかでさ、はい、休みの日とか何してるの普段？家の中プライベート。プライベートは基本的にお外に出たくなくて。あ、え、あの意外ですね。意外にベッドの上から動きたくないんです。ああ、全部手の届くとこに。そうなんです。チャンネルとか全部置いて。全部置いてずっとスマホいじって一日中。そうですね、ずっとツイッターを見てます。うわ、廃人じゃないですか。廃人です。あ、そうなんだ。そっか。なんか聞きたいことあるお前。じゃあなんかやっぱ、これ18歳じゃない、はい、どんなアイドルになっていつまでもクソガキっていうのもなかなか。確かに、ね、いつまでもクソガキやってられなくないですか。うん、そうですね。なんか目標みたいなのあるの？目標は、アイドルとしての目標じゃなくて、将来的には CM や広告に出る方になりたいんです。 CM や何？広告に出る方になりたい。広告に出る方になりたい。具体的なんだよね。それ要はタレントみたいになれるの？そうです、そうです、そうです。でそれでいこうか。いや、まだクソガキで、うん、トーク力を鍛えてから。なるほど。だから CM トーク力いらないから。でも、うん、この CM に出てる人だよみたいな感じで出れたらなんかいいんじゃないですか。はい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 。西松屋とか赤ちゃん本舗の CM に出れる。いやいや、ちっちゃいから。いけますよね。いけるいける。そういう、あ、そういうのになりたいんだ。そうなんですよ。そうなんですよ。でも具体的にどういう努力するのかそれ。努力する。あ、努力、あ、わからない。努力ってわかんないから。わかんないか、そうか。ちょっと難しかったですね。野球部の人だったらさ、こうパッと振ったりさ、一生懸命走ったりして足腰鍛えたりするのね。あれですね。あれですよ。あの、私は CM に出たいから、うん、口にしてればきっと叶うじゃないですか。あ、出た、はあ、出た出た。言っとこうかなって、うん、言っとくけど、そういう人って本当に叶ってる人っていうのは言うけども、俺見えないとこで努力したりしてるわけ。そうですね、うん、何してる？きっとマネージャーさんが何かしてくれると思う、うん、あー、すごい。クソガキだ、本当に。すごくクソガキだ、本当に。もうこれ筋金入りですよ。なるほどね、マネージャーさんが、はい、無言で映像を撮ってます。無表情で。
あ、そうなんだ、ね、え、その歌とかはさ、どうしてる、はい、曲とかは自分で違います、マネージャーさん曲とかは作ってくださる方で、あ、で、詩とかも作ってくださる方で、あ、なるほどなるほど、詩はマネージャーさんです、詩はマネージャーさんが書いてるの、はい、マネージャーさんすごいな、マネージャーさんすごいじゃん、印税もらえたらいいなぐらいなそんな、そうなんですか、それ思ってても 言わないことでしょ、それ、あ、じゃあ言ってない、いや遅い遅いもうそう、そうなんだ、そっかそっか、他は覚えたの、マネージャーさんでその作詞とかしてもらうときになんか、え、これどうなのとか、あ、そう、ここをちょっとみたいな、名前聞いたり、あ、なんか言いづらい、私すごい滑舌が悪いんですよ、あ、そうそうなんです、だから、うん、すごい言いづらいのとかは文句言います、あ、ここ言いやすいように変えてってことだね、その作詞の内容のとかじゃなくてここ言いづらいんだけどなるほどね、はい、なるほど、言い回しが難しいと、はい、大変だなマネージャーさん、ほんといつもお疲れ様ですあ、そうなんだ、嘘泣きとかする、嘘泣きはできないです、あ、なんか素直なんで、うん、素直なんで素直なんで言わないんだ、嘘つけないから泣けないです、ほうほうほう、そっか、なんかそういうのも、ね、してたら私してますとか言ってくれそうだ、あ、じゃあしてます、いやちょっと罠かけてみたんだから、できますできるの、あ、でもえ今すぐできちゃうの、今はできない、できないの、ね、なんか今する雰囲気だったからさできないできない、でもエチュードとかでちゃんとなってる中でやってんじゃん、努力エチュードとかやってんじゃん、そういう、ね、い演技の勉強何もしてねえよ急にキャラ出してきたよ、忘れてたみたいな、忘れてた忘れてない、最近なんか悲しかったこと、そういうのを思い浮かべたら泣けたりするじゃん、最近悲しかったこと、なんかムカついたこととか、ムカついたこと怒らないんですよ私、怒んない、うん、あ、そうなの、あ、ママに勝手にお菓子食べられたのがすごいムカついて、うん、食べないでねって言ったのに、うん、なんかいいかと思ったって言われて食べられたのがすごいムカつきました、いや日本って平和ですねでもそんな子が大仏にボコボコにするんですよ恐ろしい、日本って恐ろしいですよ多分その日頃の鬱憤はライブで発表するんです、ライブでお客さんを喜ぶか、はい、そっか、勉強できるの？できないです。だろうね。だろうね。増税についてどう思うわけ？8%。そうだけど。8%。8% なったけどな。どう思う？え、でも上がったらなんか国民の皆さんに還元とかないんですか？なんか。え、ないですか？え、だってあれじゃないですか。なんかどっかの国はあの税金がすごい高い代わりに。うん、治療費がタダとか、なかなかいいこと言い始めたんですよ、あるじゃないですか、すごい知ってるね、だから今もそんな感じになるんだったら大歓迎です、増税、おお、またかなえさんに一票皆さんお願いします、本当に日本変えていきましょうよ、あ、熊田党を作りましょう、熊田党怖いな、任せたくないな絶対任せたくない、有権者投げられるからなるほどね、うん、なんか今度 CD を出すっていう、はい、そうなんですよ、うん、5月5日に子供の日にリリースされるんですよ、うん、ほうほうほう、これはどういう、どういう、どういう、なんていう曲名は忘れた、そうでしょ、そうでしょ、全力全開ガールです、あ、よかったよかった、全力全開ガール、はい、どういう曲なんですか、まだ私聞いてないです、え、あ、聞きました、なんかちょ、嘘かボケかわかんないのやめて昨日車の中で聞きました、うん、え、歌ってんじゃないの、まだ歌ってないです、あ、そう、デモみたいなのを聞かせてくれたってこと、歌入れか、こ、今から歌入れするんだ、そうです、あ、そうなんだ、まだなん、どうだった、聞いてみる、どんな感じの、なんか、1,2,3 みたいな、欲ベニマルみたいだね、欲ベニマルみたいな1,2,3 CM ですね、だからその CM を俺も視野に入れてそういうね、あ、そう、はい、じゃ、これからなんだ、そうです、そうなの、結構ギリギリなの、そうなんですね、5月5日って1ヶ月後じゃないですか、うん、あ、そうだ、で一生懸命歌詞を覚えて、そうです、覚えます、やるんだ、はい、5月5日発売と、その他は何かありますか、告知というか宣伝というか、その他は宣伝、ツイッターやってますか、ツイッターやってます、ブログもやってます、うんうん、
ライブを都内でよくやってます。お、はい、これじゃあ暇がかなえで検索すれば、そうですね、ホームページとかが出てくる感じ。なるほど、わかりました。ぜひね、気になる方は検索していただいて、熊田かなえ暴力みたいな、いやめてくださいよ。例えば暴力って入れたら、もしかして熊田かなえって出てくるかもしれない、ね、それで、ね、ヤフーの、ヤフーのなんか検索ワードトップとか出るんだったら全然、そうだよね、嬉しいですけど、何の時もしないでなんか出てくるのは美味しくない、ね、美味しくない。まあまあ、ぜひ皆さん気になる方はぜひ検索していただきたいなと思います。お願いします。ちょっとじゃあお時間が来てしまったので、はい、最後に曲の方でお別れしたいので、はい、曲紹介の方をお願いいたします。クソムキプリンセスを流します。はい、聞いてください。あ、聞いてくださいみたいな、そんな感じで、はい、うん、聞きますよ、聞いてください、草薙プリンセス。はい、というわけで今週のゲストは熊田かなえさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。